カロットリアのナビは自社位置精度が高いことで知られています。これはラクナビも同じです。例えばコンビニの駐車場へ入ったとき、あなたのカーナビの自社位置は道路の上にいませんか？ラクナビは駐車場の中に自社位置を正しく表示することができます。自社位置が正確だから、ジャストタイミングで曲がる交差点を案内できるんですね。ウイルスもタバコもゲットしました。遠回りもなし、時間のロスもほとんどなし、まさに言うことなし。撮影終わりました。もう年末なんで都心では渋滞が始まる頃ですが、できれば早く帰りたいな。実は打ち合わせの約束があるんですよね。ルート探索でポイントとなるのがスマートループ渋滞情報です。全国約7万キロメートルのビックス情報に加え、ユーザーが実際の走行をもとにアップロードした全国約70万キロメートルにも及ぶ情報をルート探索に活用できるんです。70万キロメートルというのは日本全国の車が通れる大半の道路に匹敵する距離です。幹線道路を外れても交通状況に応じたルートガイドが受けられるんですよ。約束の時間に間に合いたいので、今日は推奨ルートで案内してもらいましょう。目的地までおよそ77キロメートルです。1時間40分ぐらいかかります。新型ラクナビはドライブプランに役立つ旬な情報をはじめ、駐車場の満空情報、ガソリンの価格情報などをスマートループから取得できます。しかも情報はリアルタイムで更新。スマートループを使えば、今の季節どこへドライブに出かけたらいいか、あるいは目的地について駐車場の空きを探してうろうろすることもありません。ガソリン価格で後悔することだってないんですよ。ラクナビの地図データには過去の交通渋滞情報が含まれています。これをもとにこれから発生する渋滞を予測し、それを避けるルートをガイドするのです。他にも道幅や交差点の右折、道路のアップダウン、踏切情報など所要時間を計算するための細かな情報を収録。最速ルートを探索するタイムブーストや、ガソリン消費量が少ないルートを選ぶエコブーストも、細かいデータの積み重ねで実用的な機能になっているんですね。一仕事終わってほっとしています。実は出発前にお気に入りの CD アルバムをいくつか録音しておいたんです。中でもお気に入りの曲だけをまとめておいて、ちょっとしたマイベスト版ってとこでしょうか。会社に戻るまで少しだけリラックスさせてください。ラクナビは CD や DVD をはじめ、 iPod、iPhone や MP3、WMA、AAC といった圧縮フォーマットも再生できます。ここまで多彩なフォーマットに対応しているカーナビはそう多くはありません。これもサイバーナビで培ってきたカー AV 技術の一つ。ラクナビは AV をドライブで楽しみたい人にとっても嬉しいカーナビなのです。この先の道路状況がどうなっているのか、行きたいお店が近くにあるのか、ふと気になったことがすぐ調べられる。取扱説明書を読まなくても直感でいろいろ操作できちゃう。ラクナビって本当に名前通りに楽で親切だなぁと思いました。今度はぜひ家族とドライブに行くときに使ってみたいですね。
仕事じゃなくって